温浴及び発汗は人体の脱使予法。日本は周囲を海で囲まれる島国で沿岸部に都市が多い。石塚左源は日本人のナトリウム史を過剰に目を向けて人体の脱使予法を提唱しています。桜沢は肉食反対の度合いが石塚の頃より一層強くなり陰性食品を避けるように指導したため。 相対的に塩分過剰を招きやすかった加えて現代食は毒と塩分のセット食が多いので体内のイオンバランスは常に狂ってしまいがちですまた塩はナトリウム NA と塩素 CL の化合物です毒消しとなる塩も過ぎれば塩素 CL の害があります 抗がん剤開発の歴史第4章でも説明しましたが塩素ガスは殺人兵器でしたつまり塩はモロ刃の刃であると言えるのですここでは温浴や発汗がなぜ脱塩法になるのかを説明してみたいと思いますまずは人間の皮膚の構造から考えます皮膚の広さ1.8平方メートル 皮膚の重さ、6から 10kg、体重の約10%。発汗能力、最大でおよそ10リットル。感染の総数、300万個。大感染、アポクリン腺、陰部や脇の下にある。小感染、エクリン腺、ほぼ全身の皮膚の神秘。皮膚呼吸、全呼吸量の0.3%の酸素を皮膚から吸収している。皮膚マークラッペチョより引用。 アポクリン腺は、匂い専用の感染で、元来、個体識別に役立つ感染であったと考えられています。もう一方のエクリン腺は、アポクリン腺の改良型で、体温調節が主な役割です。人間は、狩猟の時など、二足歩行で長時間歩くことができる動物です。第6章3章。運動による体温上昇は、 皮膚から汗を出してその気化熱で抑えるようにできています動物行動学者デズモンのモリスは人間は裸の猿であると表現します皮膚の長毛を失った代わりに感染を増やして長時間労働に耐えるようになったからだと言いますところが汗として蒸発した水分は補給しないといけませんそのためには 竹や木の中心をえぐった筒状のものあるいは蓋付つきの土器など遠出するのに携帯できる容器が必要となりますこれらの道具を作る能力と手で持って飲むという行為の両方ができるのは人間だけですもう一つ人間の脳はコンピューター同様の精密パーツです微妙な温度上昇でも影響が出るしたがって恒常的な体温維持には 発汗は絶対的なものとなりますというわけで人間は食料の捕獲行動をするときは水を飲むことと出すことを繰り返す水分の出入りが激しい動物なのですところが人間の汗腺特に体温調節専用であるはずのエクリン腺は形態学に見ても身体器官の中で一番最後に出来上がった組織です 汗の原料である結晶成分から水分だけを取り除き蒸発させることが体温調節機能としては効率的に一番望ましいしかし一度にドッと汗が出るような場合水分以外の例えばナトリウムも排出されてしまうアポクリン腺からエクリン腺を作ったことはいいのだけれどもまだ未完成な器官であると見てよいだから 重労働や激しい運動で汗をかいたら水分だけでなく塩分も補給しないといけません発汗が未完成で都合の良いこともありますそれは先ほどから申し上げているように余分なナトリウム塩や体に負担となる重金属なども一緒に出るからです話は違いますが母乳も原料は血液中の結晶です 赤ちゃんが母乳を飲んで吐いたりするときの多くはお母さんの食事がまずいからです。母親の摂取した食物の中で体に害がある成分を含むとそれが血液を介して母乳に移行します。赤ちゃんはそれを察知するということです。乳腺も感染の親戚みたいなものだから当然このようなことが起こるのです。乳 食べ物が血液となり、その一部が外に出るという法則性は同じと言えます。話を元に戻します。毒消しになる塩しかし、過剰摂取になりやすい塩詰まるところ、脱塩法としての温浴発汗が現代人には特に望まれているのです。